はい、ともくんチャンネルです。はい、今回もこのね、藤見さんのキットのメルセデスベンツの 500SL ですねを製作してまして、今回は内装の色分けですねをしてます。はい、でまあ、ホイールもね、ホイールもちょっと変えました。はい、前回紹介した時にはこちらの純正のね、ノーマルのホイール、をつけてましたが、今回はホイールは17インチのザウバーのディッシュですね。はい、を履かせてます。はい、まあ富士見さんのキットでもこれなん、まあ言うたら、ポリキャップですね。このホイールの内側はピンとかね、そういう、まあ、タミヤさんとか富士見さんとか長谷川さんとかのホイールの形状じゃなくて、まあ何でもポリキャップの青島さんとかね、そういうのでも合う感じのやつなんで、でこれもね、このベンツも富士見さんのキットなんですけど、裏はポリキャップになってます。はい、でまあ、ブレーキのところへんにピンが出てる感じのやつですねになってるんで、ポリキャップでもこのね、ホイールでも合わせれるようになってます。はい、で今回は17インチのザウバーのディッシュをね、履かせてます。はい、で今回は内装の色で、まあハンドルでダッシュボードで、こちらのセンターコンソールかなの方ですね。はい、まあこちらのまあシートの方ですねの方も一部は色分けをしています。はい、で、まあ、木目調みたいな感じに色をしてみました。はい、ダッシュボードもねこんな感じになってます。はい、でこれはミスターカラーの、ブラウンを先に塗ってから、乾いてからね、ミスターカラーの GX クリアブラウンを塗ってます。はい、普通にブラウンだけだったらもうちょっと明るめだったんですけど、クリアブラウンを塗ったらこんな感じの色になってます。はい、まあね、一応このセンターコンソールも、ハンドルもダッシュボードも、このシートですねの横のとこっていうのもそんな感じで、ブラウンを塗ってからクリアブラウンを塗ってます。はい、で、あとボディはねバックミラーを前回つけてなかったんですけど今回つけてみました。で、このねこの
普通、メッキのパーツがバックミラーのとこにつくと思うんですけど、僕はそのメッキのパーツをつけて、その上からね、こういうキラキラシールみたいな感じですね、100均とかでも売ってます。セリアさんとかでも売ってます。このねホログラムシートシールですね。はい、こんな感じで、光っていうか色がね変わるやつですね。はい、それのシールをこのバックミラーですねに、バックミラーの方を合わせて切って、貼ってます。はい、一応そんな感じで今んとこは内装の方とボディのね、バックミラーの方とかもちょっとずつ制作してみました。はい、またね、ちょっと次回もこれをやります。はい、この 500SL を紹介しますけど、もっとね、部品つけて、ボディの方もちょっとだけ色分けをして、やっていきます。はい、でこんなね、まあこれはテールランプとかで、ヘッドライトですね、はい、の方も色分けをして、また次回ね、ボディとかにもつけて、紹介してみたいと思います。はい、それでは今回はね、ちょっとだけなんですけど内装の色分けと、ホイールを17インチのザウバーディッシュ履かせて、ボディの方のバックミラーですねの方もちょっとつけてみました。はい、それではまた次回これを紹介しますんで、よかったらまた見てください。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。